こんにちは、トリカラチャンネルです。黒い虫がいっぱい。キモい虫も。褒められちゃった。褒めてねえよ。この虫は、何でしょうか。こちらは、トビカツオブシムシ。これって有名な、害虫だよね。飼育を開始してから、もうすぐ4年。飼育歴長えな。カツオブシムシってことは、カツオブシとか食べるんですか？そうなんですよ。トビカツオブシムシは、乾燥に耐性が強くて、台所の乾物を狙うんですよ。それは厄介な虫ですね。ところでこのケージ、そこに敷いてある白っぽい粉みたいなのは何ですか？これは、米ぬかです。米ぬかって、玄米を精米した時に出るやつですよね。カツオ節を食べる虫ってことは、肉食なんじゃないの？飼育してみてわかったんですが、トビカツオ節虫は雑食性ですね。あと、交尾ばっかりしてます。なんて奴らだ、まったく。とにかく元気で、可愛い奴らです。餌をあげてみましょう。これはまさか。ブラブタイ。30分ほど前に作ってまして、ちょうど出来たてです。うまいに違いない。食い上がれこの野郎。こんなに集まってくるんですね。これからもっと集まりますよ。